皆さんこんにちは、大分の高っち親方です。今回はアイドルハロプロ写真集の話題です。今回はですね、今年の卒業を発表されますジュースジュース宮本かりんちゃんの写真集覚醒ですね、2年前の作品なんですが、電子書籍版で今回、私も購入いたしましたので、その内容をご紹介いたします。まあ、毎度ですね、甚だ個人的な内容ではございますが、皆様にですね、かりんちゃんやね、ジュースジュース、そしてハロプロのことを知っていただければ幸いという思いでご紹介いたします。今回も付き合いよろしくお願いいたします。まず最初に宮本かりんちゃんのですね、プロフィールをご紹介いたします。1998年12月1日生まれの大型千葉県出身です。このまあ1998年度生まれというのはですね、まあ、ハロプロではまあ結構エース級とかですね、主力メンバーが多いバクワラ世代と呼ばれています。まあ、元々ですね、元アンジュルムのカルタリナツちゃんからですね、由来らしいんですけれども、でこのまあ宮本かりんちゃんとか、例えばモーニング娘。20ですと小田さくらさんとかのようにですね、結構まあハロプロね、このグループのメンバーになったメンバーも多くて、しかもそれぞれのグループでも引っ張っている存在が多いという世代ですね。で2013年の2月25日にジュースジュースに加入をしまして、そしてですね、来たる、2月の10日、いよいよジュースジュースを卒業することになりました。後ほどご紹介いたしますが、メンバーがですね、直接動画を通じて卒業発表したという、まあ、本当珍しいケースのですね、かりんちゃんです。まあ、本来はですね、今年の6月に卒業予定も、まあ、このコロナウイルスの影響でですね、まあ、伸びて卒業公演伸びて、いよいよ12月10日日本武道館で卒業をされます。まあね、かりんちゃんも本当努力の人でですね、なかなか、まあ、9歳ぐらいからですね、ハロプロ研修生、当時はエッグと呼ばれてましたけども、活動していたもののなかなかですね、オーディションに受からず諦めていた時に、14歳でジュースジュースに入ったということでございます。でですね、もう彼女はですね、とにかくアイドルサイボーグと呼ばれています。とにかくもうアイドルに対してストイックなんですよね。もうとにかく鍛える、休みの日でもこうジムで 3、4 時間こう筋トレするそうなんですね。で余談ですけど、その筋トレする際はあんま肩とかですね、首周りの筋トレはされないということです。なぜか、ね、その首周りの筋肉を鍛えてしまうと高い音が出ないからと、まあ、一応理屈にのっとってしっかりですね、プラン的にですね、こう鍛えられてるのもすごいですよね。三浦大知さんもその同じような理由で肩周りとかですね、そこら辺の筋肉は、まあ、あまり筋トレはされないという話は伺ったことがございます。で彼女はですね、この昭和ポップス、特に松田聖子ちゃんがですね、もう大好きですね。で結構イベントなどでも聖子ちゃんの歌を歌っていますし、ジュースジュースの、ね、最新曲ポップミュージックでも松田聖子ちゃんカットになってですね、聖子ちゃんになりきっていますので、ぜひミュージックビデオをご覧ください。でまたですね、やっぱこれハロプロのメンバーが大好きでして、またアンジュルムの現在リーダーですね、竹内あかりちゃんとか、同じジュースのリーダー金田智子ちゃん、金田もですね、平井美代ちゃんとか、あともう一度千咲ちゃんも大好きなんですけどもね、竹ちゃん本当大好きでいつもくっついてますし、金田もは本当人としてね、尊敬するという話ですね。平井美代ちゃんについてはですね、チャラくないが有名ですね。後ほど画像を紹介いたします。この好きなメンバー好きなこと語っている時のね、かりんちゃんはね、ほんとねちょっと変態なんです。変態ですけど、私それが大好きでですね、やっぱ好きね、アイドルがね好きなものを語って、やっぱ好きな状態になるっていうのはもうある意味尊いことかなと思います。そんなかりんちゃん、逆にですね、セロリとお化け屋敷が大の苦手で、もう大号泣しながら、大説教しながらですね、泣きながら食べて、まあいろいろあったり、お化け屋敷でギャーギャー騒いで途中でリタイアしたということもございました。そこら辺はね、ほんと可愛らしいなというイメージです。で個人的に最近注目しているのがですね、猫のですね、ペットを飼ってまして、ジャスミンと言いますけども、まあね、かりんちゃんに懐いてないです。ほんとうざがらみをかりんちゃんがしてるようなイメージですけども、まあそのかりんちゃんとジャスミンとの絡みを、
まあ、オマージュして、私も先日、自分自宅のですね、猫にちょっとかりんちゃん風にうざがらみをしてみました。こちらがですね、ついにですね、念願のジュースジュースとしてデビューが決まった時の、かりんちゃんです。本当ね、もう泣きながら涙流しながらですね、いろんな思いがありました。で、まあかりんちゃんはですね、このアイドルジュースジュースになって、まあ今まで応援してくださった方に恩返しをしたいと。で、さらにですね、自分たちが頑張って結果を残さないと、他ね、残りの最大研究生のためにもつながらないっていうところが、本当14歳ながらしっかりしてますし、本当苦しい思いとか頑張りたいっていう思いがこう伝わってきますよね。まあなんかこういう、まあ、あの人が本当アイドルになってほしいなと思いますし、まあ、あとこの泣き顔を見ると私はやっぱりどうしてもですね、毎度申し上げてますが、こうキュンとなるタイプなんですよね。かりんちゃんってこう結構泣くような、まあ、イメージもですね、この辺りからついてるのかなと思っています。まあね、そんな感じで泣きじゃくって14歳でですね、いよいよデビューしたかりんちゃんも2020年をもって、本当に卒業されるということで、まあ本当にですね、寂しい句もありますけども、まだそのハロプロ自体はやめるというわけではなくて、まあソロで活動しながら、DIY に励みたいという話でございます。まあ本当この YouTube ハロステでですね、ご本人から卒業発表があったというのは結構、まあ頭初めてか分かんないんですけども、かなり貴重な回でしたので、ある意味、の事務所経由の文章ではなくて、かりんちゃん本人からの、口から聞けたということは、まあ非常に尊いという意見も結構あるようでございます。そんなかりんちゃんもね、いろんな表情があってね、ほんと好きな時はね、上村あかりちゃん、上村人間キスをしたり、ね、ライブ中ですよ、代々木のとかですね、平井美和ちゃんのこと語っていきなりチャラくないとか言ってすごい顔したりですね、インスタグラムで。そしてあの真ん中がですね、ジャスミンですね、ほんと可愛い猫ちゃんですけども、いつ仲良くなれるのか、またまた懐かない方が美味しいのか、ね、ほんとかりんちゃんはですね、いろんな泣いたり笑ったり笑わせてくれたり、ね、そして気になったりとですね、本当に見て表情豊かで気持ちも豊かで、ついつい注目してしまうメンバーですね。まあ、まさにハロプロのエースと、ね、言わんばかりの注目でございます。それではですね、写真集覚醒についてご紹介いたします。もともとリリースされたのは2018年12月1日、かりんちゃん20歳の誕生日にリリース、ね、されました。まあハロメンコ20歳のですね、誕生日にリリースってことは本当によくあることでございます。厳密にはですね、これもう一個多分2020年になって最後のですね、まあ卒業前最後の写真集出されたと思うんですが、あのこの電子書籍化されたのは今年2020年になってからでございます。今回そのまあ20歳の作品ということで、10代最後の1年間を追いかけています。撮影場所は群馬県ですね。この冬から始まって冬、春、夏、秋とですね、四季折々の、場面で撮影されているのが特徴でございます。でですね、まあ、かりんちゃんのイメージなんですけども、とにかくね、目がね、印象的で、まあ、可愛らしいんですよ。パッチリしてて、で、黒目が大きくて、そして色白の肌ということで、もうまさにこの可愛いですね、綺麗なアイドルだなというふうな感じですよね。愛嬌もあって顔の作りも美しいです。で、顔自体もですね、こうよく見るとこうちょっと男性っぽい感じもしますね。私のまあ同級生のまあイケメンの男がいるんですけど、ちょっと彼を思い出すような感じで、時々写真集を見るとこう男の姿がよぎるというのがいたたまえないですし、あと若干親戚のおばさんの若い声にも似てるかなということで、またおばさんを思い出すとなんともいたたまえない気持ちですが、もうかりんちゃんはやっぱりですね、この、まあ最初ですね、紹介した通り14歳、まあもっとね、ちっちゃい頃から研修生やってましたけど、そのね、かりんちゃんも、もうこの写真集見る限り、完全にこう目つきとかですね、こう雰囲気で、いだたちはもう大人になってますね。まあところどころでこう少女らしい、あどけない笑顔とかですね、いうのも感じますけども、まあ154センチの小柄な体ですけども、結構やっぱ、こう、まあ、がっつりではないですけど、そこそこ筋肉とかもついてて、こう引き締まっている感じでですね、やっぱりこうスタイルはいいメンバーですね。そして先ほど申し上げた通りですね、
あの春夏秋冬とそれぞれのに合わせた衣装、冬の時はもうジャンあのコート背負ってて雪の中で色白い、ね、メンバーが白い世界でこうですね、その寒さにこうこらえながら見つめる眼差しとかですね、夏はねこう暗い水着とか大人っぽいのも着てですね、こう楽しく弾けてる、そんなかりんちゃんもですね、見て大人から少女までなんかゆりかごから赤パンまでみたいな感じではないですけども、本当にあの年代とそしてその季節のですね、ですからこう服もそうですし、あの周りの季節の雰囲気も変わってくるのがこの写真集一冊でですね、楽しめるのは本当に嬉しいですね。で、まあ、今回も私の中で気になった一枚がですね、この表紙もそうなんですけども、あの背中がこうパックリ見えている、大胆な衣装というのがやっぱり印象的でしたね。あの前回の動画であの福村瑞希ちゃんのですね、他者という、写真集をご紹介いたしました。ぜひあの動画もご覧ください。もうその中でもあの背中パックリの大胆な衣装はもう福村ちゃんしか合わないと私申し上げましたが、大変申し訳ございません。かりんちゃんも似合ってますね。やっぱ背中が堂々としているというか、でそこに挑戦的なところもいいですよね。これやっぱもう男性陣魅力ね、魅了されますよ。これやっぱ印象的な一枚でしたね。そしてですね、まあ、最後にこの、まあ、ちょっと私も、まあ、6、7冊とかでしかまだハロプロのですね写真集というか、まあ、アイドルの写真集自体見たことないんですが、この初めてですね、刊末ですね、写真のページが終わった後に最後こうインタビュー記事が載ってるんですよね。このかりんちゃんがまあどういうふうに今までアイドルやってきて、これからどうやっていくかっていうインタビュー。大変申し訳ないんですが、まだ全部は見てませんが、結構これもね、読み応えがあるというか、写真だけでなく、こう、インタビューも載るっていうのは面白いですよね。こう、まあ4回ぐらいオーディションに、ね、受からず、で、同期はどんどんですね、実はあの合格すると、同い年がですね。それでも本当、居場所がなくて寂しかった。自分ってやっぱできないのかなって思ってたそうなんですね。で、中学校でもデビューできなかったら普通の高校生を過ごそうと思ってた矢先にですね、ジュースジュースの加入が決まって本当頑張れるようになったと。ただまあデビューの時に怪我してね、骨折したりとやっぱ悔しい思いもしてきたんですけどもね。まあそういうこう裏の姿も知るとまた、写真集もしっかりそのね、かりんちゃん自身のこともすんごい応援したくなる、こう興味を持ちたくなる一冊だと思います。まあ、というわけでですね、非常にまあ簡単に、ご紹介をいたしました。まあ、この12月の10日をもって、ですね、ジュースジュースの宮本かりんちゃんはですね、ジュースジュースは卒業いたします。まあね、よく言えばね、あの、まあ、一度もかりんちゃんに会ったことないので、こう、12月10日までにですね、こう、ジュースジュースの宮本かりんちゃんに一度はお会いしたかったんですけど、ちょっと無理でですね、残念ですけども、まあ、今後ですね、ソロ活動、そして DIY に挑戦されるということで、またですね、新しい道も、応援しますし、まあ、まだジュースジュースまであと1年2ヶ月もないですけども、それはそれでまた応援しますので、ぜひですね、これからも皆様、あの、宮本かりんちゃんにですね、注目をお願いします。そして、あの、ジュースジュースのですね、歌とかですね、そして写真集もぜひ購入して楽しんでください。あの、本当にこう、癒されるとか楽しめるものでございます。はい、ということで、ですね、以上でございます。最後までご清聴ありがとうございました。ね、よろしければ動画、高評価、いいねボタン、そしてチャンネル登録もぜひお願いいたします。写真集今後もですね、あと3冊は届く予定ですし、あのデジブックスとかですね、いろいろ電子書籍でもまた、余裕があれば購入してですね、まあ、皆様に見どころとかその該当するメンバーをご紹介する予定ですので、ぜひお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それではまた。推しのために今日も働く。